やあ、ハンター諸君、久しぶりだな。今回のスペシャルプログラムはタイトルアップデート第5弾バージョン15の情報をお届けするぞ。佐藤佐不言殿からのご依頼でここカムラの里からお届けだと張り切ってはるばるエルガドから来たのだが、どこか様子がおかしい。佐藤佐殿も見当たらないし、何かあったのか。この風はまずいぞ。これはまさか、一度は失った命、何を惜しむことがあろうか。カムラの里に起きている異変、今まさに彼らは天妻ガチチと対峙しているというわけか。彼らの安否が気になるところだが、現在判明している情報をお伝えしていくぞ。大いなる災いとも称され、天候すらも自在に操る古竜、乱竜、天妻ガチチ、真なる力を発揮した時、まとう嵐は激しさを増し、雷が降り注ぐ。かつてとある都がその嵐によって滅ぼされたと聞いている。まさしく破滅の竜神だな。だがカムラの里には高き炎がいる。どうかこの暗雲を晴らしてくれ。新たな怪異克服モンスターの目撃情報が入ってきた。天界竜シャガルマガラ、その強大な力でキュリアを我が物にしたか。これまでの古竜同様、シャガルマガラの討伐も苛烈を極めるだろう。十分に気をつけて挑むように。天妻ガツチはマスターランク10以上、怪異克服シャガルマガラはマスターランク180以上で受注可能だ。追加モンスターの素材から生産される新たな装備にも注目だ。新スキルも追加されるとのことなので、討伐を目指してほしい。怪異調査クエストには2体の怪異克服モンスターが追加。怪異等級クエストのレベル上限は300に拡張される。マカ錬金にも嬉しいアップデートだ。雑貨屋に怪異錬金術という新たな項目が追加されるようだ。怪異化素材を使って行うより高度な錬金か。これはスキル構成の幅が広がりそうだな。熟練ハンターのための新たなクエストモードが追加されるぞ。それが特別等級クエストだ。特別等級クエストではモンスターの攻撃力や
ブレスの攻撃範囲など様々な強化が確認されており、最高難度と呼べるモンスターへと変化を遂げている。特別等級クエストに挑むには最高レベル300の怪異等級クエストをクリアする必要がある。我こそはというハンターの挑戦を待っているぞ。新たなイベントクエストも引き続き配信中だ。ハンターの重ね着装備やポーズなどの報酬をゲットできるぞ。灼炎の装束はエルガドとカムラの里が共同で開発した重ね着装備だ。両拠点の加工屋が協力した勇ましい重ね着をぜひとも手に入れてくれ。これは鍛え上げられた理想の肉体が手に入るマッスルボディだな。トレーニング好きのジェイが喜びそうだ。おお、ウルクススのお耳。実は前々からウルクススの長いお耳がとても愛らしいと思っていてね。これをつければ私もウキウキで狩りに行けそうだ。さてここからは五穀殿から渡された台本に沿って進行させていただくよ。ここに書いてあることをおしゃれな感じで喋るのか。なるほど。フィオレイディオ。今流れているのは追加 BGM モンスター&エルガド BGM チルバージョンより、果てなく続く紺碧の先を眺めてチルバージョンのナンバーです。桜吹雪のカムラの里から有料ダウンロードコンテンツのラインナップをご紹介していきます。バージョン15では追加重ね着防具、追加ボイス、フェイスペイント、髪型、スペシャルスタンプ、そしてなりきり重ね着装備が新たに登場します。今日はいくつかピックアップしてお伝えしていきますね。人気急上昇中のメンバーがスペシャルスタンプになりました。なんと美濃都城の書き下ろしだそうです。バージョン14から発売中の重ね着装備と合わせて使ってみてくださいね。そしてエルガドスタジオからお知らせです。追加ボイスに王国騎士ジェイと雑貨屋のオボロの発売が決定しました。情熱的なジェイと冷静沈着なオボロのボイス、覚悟はいいかい。素敵なボイスであなたの狩猟に彩りを。ここでエルガドの天才研究員さんからのお便りです。やっほー、俺の生かしたヘアスタイル、みんな真似してくれてもいいよ、とのことです。エルガドの天才さん、ありがとうございます。バハリヘア、流行るといいですね。はい、エンディングは、秘境の伝説、ジルバージョンを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた次回。See you soon, Ray. それでは内容のおさらいだ。無料タイトルアップデート第5弾バージョン15は2023年4月20日配信決定。乱流アマツマガツチ、怪異克服シャガルマガラ出現のほか、怪異調査コンテンツにも多数のアップデートが入るぞ。新しい有料ダウンロードコンテンツやイベントクエストとそのクリア報酬にも期待していてほしい。そして XBOX シリーズ XSXBOX One、Windows、PlayStation 5、PlayStation 4で好評発売中のモンスターハンターライズにも超大型拡張コンテンツのサンブレイクが4月28日に発売予定だ。発売時点ではバージョン13までのコンテンツが含まれている。バージョン14以降のアップデートは2023年夏以降にまとめて配信予定なので、今後の情報を待っていてほしい。まさか乱流天妻ガツチが出現するとは。破滅の運命、絶対に回避せねば。皆の故郷カムラの里を再び救うのだ。里の命運は高き炎貴殿にかかっている。
待て、様子がおかしい。